はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、次亜塩素酸についてですねお話をしたいと思います。コロナ禍にあってですね、いろんなところで消毒用としてですね、次亜塩素酸って、よくですね、最近こう耳にするんじゃないかなと思います。よく手をですね消毒してくださいってシュッシュッってですねするアルコールのタイプとですね、それともう一つ次亜塩素酸のタイプとですね、最近ではアルコールの方が多いのかなと思うんですけど、たまにですね次亜塩素酸のこうスーッとこうしないようなですね、タイプがたまに置いてあることがあります。その次亜塩素酸なんですけど、私たちその次亜塩素酸をですね、水処理、冷却水の雑菌をですね、処理するのにですねこの次亜塩素酸を使っています。で、特徴を言いますと非常にですね、ローコストで、なおかつものすごく高い除菌効果がある。で、今度デメリットなんですけど、この次亜塩素酸、濃度がですねあまりに高くなると金属をですねものすごく腐食をさせるという特徴があります。なので、濃度をですね、低くこう管理をする。で、逆に言うとそれも手間がですね、ちょっとかかると。ですけど適正な使い方をすればですねすごくコストも安くて、除菌の効果もですね非常に高いということで、私たちは積極的にですねこの次亜塩素酸を冷却水処理剤としてですね活用をさせてもらっているというところでございます。ただですねこれ水処理屋さんによるんですけど、この管理をですねかなり徹底してやらないと濃度がですね本当ちょっとでも高くなってしまうと一気にこう配管が腐食するということがあるんで、管理をですねこまめにやってるですね水処理屋さんはですねこの次亜塩素酸を使うことができるんですけど、あまりこう水質の管理が得意でない水処理屋さんはですねこの次亜塩素酸は あまり使いたがらないというなんか特徴があります。とにかくこまめにお客さんのところに行ってですね、水質の管理ができる水処理屋さんはですね、全然この次亜塩素酸を使ってもですね、全然怖くもないんですけど、ただ放置しててですねお客さんが勝手にこう使ってて、濃度がですねどんどん上がって、もう配管がねダメになって、もう設備がストップしたとかですね、もうそれこそ冷却水の水が流れている系統すべてがですねその次亜塩素酸で、やられてしまいますんで、非常にこうリスクは高いんです。ですけどしっかりとした水質管理ができるんであればですねこの次亜塩素酸というのはおすすめだなと思います。本日はですね、次亜塩素酸についてお話をさせていただきました。はい、そうしたその冷却水のですね、水処理でお困りのお客様にですね今冷却水の無料診断サービスというのを行っております。冷却水をですねペットボトルに入れて、お送りいただけますと、こちらでですね、いろいろと調べまして、冷却水のですねトラブルの改善方法などをご提案いたしますので、ぜひ、ご活用いただければなと思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の温度がすごく高いとかですね、冷却水の配管がもう詰まって全然もう水が流れんよらんとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。